パパ活ってお前さ、そんなんやってられんのも今のうちだけだぞ。お前が40歳のおばさんとかになって捨てられたら何も残んないだろ。40歳？たな、なんだよお前は。あのな、あっという間にもう40になるんだよ。俺だってこの間まで大学生だったのにもう32だよ。いや、40歳まで面倒見てくれたら相当いいパパだから。とにかくこのままだと本当相当やばいぞ。あのさ、捨てられたら何も残らないなんて庶民の希望的観測だから。私の場合まず貯金が残る。それに一度得た知識や経験は奪われない。でも一回狂った金銭感覚はなかなか元には戻らないだろう。戻らないかもね。でもまず何で戻す気が来る前提なの。そりゃお兄ちゃん、これは紛れもない真実だし事実だからちゃんと聞いて。なんだ。いい、一度でも男の金で金銭感覚が狂うとね、男を選ぶ基準が変わるの。年収1000万を金持ちだなんて全く思わないし、もはやスタートラインにも立ってない。顔が整ってるだけのバーテンとか、優しいだけの同級生とか、お兄ちゃんみたいなのと付き合うなんてヘマはしなくなるの。いや、でも年収1000万って結構金持ちなんじゃないの。ない。頬に気づかれてはいけない。